海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため宮崎の海の魅力を発信しています。先月、都農町で幻の高級魚を陸上で養殖しようという取り組みについての中間成果報告会がありました。こちらが都農町で養殖されたタマカイです。高級魚の陸上養殖は都農町が NTT 東日本と NTT 西日本、それに岡山理科大学と連携して取り組んでいるもので、去年3月から町内の養殖場で幻の高級魚と呼ばれるハタ科のタマカイとタマカイと高級魚クエを掛け合わせたクエタマの試験飼育を行っています。岡山理科大さんのですね、技術をいただいて、本当に日本初、世界初という、状況が作れたということで、 NTT さんの技術をもって、今後も皆さんにいい成果を、見ていただけるように続けて、飼育をしていきたいなというふうに思っているところです。家の奥の方からですね、この取り組みってどう進んでいるんですかっていうのをですね、本当に聞かれることが多くですね、こういう関心の高いことですね、でこの宮崎をですね、さらに発展させるですね、本当に大きなきっかけになるような取り組みですね。この日は出荷サイズまで成長したタマカイがお披露目されました。気になる味は？ではいただきます。食感はコリコリ、甘みがふわっと広がって美味しいです。都農町では水槽で海水を使わずに養殖する完全閉鎖循環式の陸上養殖に取り組んでいて、水槽には海水の中から魚の生育に適した成分に絞り込んだ公的環境水を使用。クエタマやタマカイで完全閉鎖循環式陸上養殖を成功させたのは世界で初めてとのこと。都農町の、漁業もですね、漁業者が減ってきております。その上で、陸上養殖を、起点にですね、今までのような活気を、継続して持っていただきたいなというのが一番です。都農町は今後およそ40トンの水槽を導入して量産体制を構築するとともに、水産物の加工施設を設け、新たな地域ブランド品の商品化を進めていくことにしています。海と日本、最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 宮崎の SNS、 そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。